すべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されるのを前に、佐賀市の大学で交通ルールの遵守や安全運転を呼びかけました。これはすべての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務化される改正道路交通法の施行を前に、自転車を利用する機会の多い大学生に周知を図ろうと佐賀大学で開かれたものです。今日は警察や佐賀市の職員などおよそ15人に加え、県の交通安全マスコットキャラクターマニャーが参加し、学生にチラシを配り、ヘルメットや反射材の着用を呼びかけました。自転車で亡くなられた方のですね、多くの方はですね、頭にですね、怪我を負われて亡くなられた方が非常に多いと。ですので、このヘルメットをかぶることによってですね、命を守ることにつながりますので。県内では今年1月から先月末までに発生した交通事故は2949件で、そのうち自転車が絡む事故が331件だということです。